この AI ロックチェーンに比べるとちょっと印象が薄いかなと思って自分のデータはどこまで自分のものかっていうのはより問われていくかな。第5世代の通信でよく言われている技術をこうより実際どうやっていくかっていう論文 YouTuber スすたにです。本日は IoT 論文をいくつか紹介していきたいと思います。AI、ブロックチェーンに並んで注目される IoT なんですけれども、この AI ロックチェーンに比べるとちょっと印象が薄いかなと思っていて、 で自分もですね、あまり前の二つは結構関心があるのに対して IoT って何だろうってよくわかんないなーって思うところがあったので今回論文を調べつつどういうものかちょっと調べてみたいと思います IoT ってそもそも何なのかと言いますとインターネットオブシングスと呼ばれ全てのものをインターネットで繋ぐというあの発想で,ですねでこれはですね昔から実は思想としてあって u キタスネットワークと呼ばれたようにいろんなデバイスやそこに蓄積されるデータをですねインターネットを通じてこう共有することによってよりこう 効率的にデータを使っていこうというと発想なんですけれども最初に紹介する IoT 技術の最新動向っていう論文はですね、この実際にこの IoT で使われる技術を、最新動向をこう記した論文なんですけれども、実社会の情報をですね、端末で集めて、最近流行っているこうクラウドですね、クラウドにデータを分析して実社会にフィードバックすると、例を挙げますと、例えば農作物の栽培で気象情報とか、そういったものをですね、データを送信して、で、その,あのコンピューター側の方で処理をして、例えばあのこれぐらいのデータを 水ををくくととか、か、肥料をくとかそういった風にフィードバックをしたりとかあとは温度管理ですねハウス内の温度を適切に管理するそういった感じで具体的な例が挙がってるんですけれどもこの論文の中で面白いのは現状の課題ですね4つ挙げています1つは IoT 端末を安価にネットワークにつなぐ技術2つ目遅延削減3つ目通信データ量削減4つ膨大なデータの効率的な管理ということで134は比較的もう読んだ通りなんですけど2の遅延削減は何 なななのかととととと言いいますすすタタイイムムラグででででねねこここれをるるるべくほぼゼロにに近づけよよってこうリアルタイムで通信がきうん今、電話とかでもですね、ほぼリアルタイムなんですけれども、例えばこう、手術ロボット、そういったものを使った時に、まあコンマ0.1のですね、こう遅れとかっていうのは非常にこう,そう精密な作業においては結構厳しいものがあるので、それをなるべくゼロに近づけて、あるいはですね、自動運転なんかもそうですね、それでこう0.1秒とかの遅れがですね、ほぼあの事故に直結しかねないので、 なるべくほぼリアルタイムで通信するというためにはどうすればいいかということなんですけれどもまあこれはですね最近よく言われる 5G5G ですね 5G ネレーション第5世代の通信でよく言われている技術をこうより実際どうやっていくかっていうのをこう上がってる上げてるんですけれどもでこの先ほど挙げた遅延削減っていうのをどうか対処していくかっていうとまあ一つで挙げられているのはエッジコンピューティングと呼ばれるものですでこれは何なのかと言いますと今までですとデバイスからこうクラウド中央サーバーに向かってこう送っていたデータをですね なるべくですねこうこう、デバイスの近くのところのコンピューターでこう伝達して、なるべくこうクラウドにです、クラウドだったり中央サーバーに送るデータを少なくして、こうよりこう速い速度であの通信しようということですね。例えばデバイスでこうデータを読み取ったら、ある程度そのデバイス上で加工して、分かりやすいようにデータを加工して、それでなるべく少ないデータをですね、中央の方に送ってデータ解析して戻すとか、そういった技術ですね。で、僕が面白いなと思ったのはこの4番の膨大なデータの効率的な管理というところですね。データを ですね、いかに効率的に共有して使いやすいように管理するかっていうのは結構課題でして民間の方ではクラウド上でデータを集めデータを管理してでみんなが使えるようにやるみたいなそういったあの技術って結構発展してるんですけれども、まあ、それと同じ発想でファイウェアと呼ばれるものがありまして EU が官民連携プロジェクトで推進しているものなんですけれども、まあ、簡単に言ってしまうと先ほど挙げた AWS とかの公共版自治体版ということで国や自治体民間組織が持っているですねデータを有効 活用すするためのプラットフォームですね基盤ソフトウェアであるオープンスタックやとか、まあ、こ,こちらはですね割と現在でもよく使われているものなんですけれどもそれといろんな機能を持つモジュールその2つから構成されているものなんですけどもうすでに香川県の高松市や兵庫県加古川市神奈川県川崎市といったところでファイウェアというものが導入されていまして、まあ、例えばゴミの収集のデータをですねどこが多く出ているかっていうのをこう蓄積してもう最適なルートをこう構築したりとかそういった形で使われていたり するんですねで次に IoT への期待と課題という論文がありましてここで挙げられている、まあ、こちらはどちらかというと分野予測みたいなところがあってでここで挙げられている期待されている分野としてヘルスケアというのが挙がっていますね分かりやすい例ですと例えば体につけるような機器を使っていろんなデータ心拍数だったりとか体温だったりとかそういったものをこう収集して管理して健康の予測とかそういったものに役立てたりとかあるいはですね製造や建設理論であの実際にこういろんな機器を使って仕事をするんですけれども そこにも IoT 機能をつけて、もうインターネットがつながるようにして使われている状況だったり。とかをこうデータで管理して、例えば故障予測ですね。こう挙動がちょっと怪しくなったりとかするのをこうデータで蓄積することによって、まあ、そろそろこの機器壊れますよ。対策してください。あるいは交換してください。っていうのをこう管理したりとかそういったことが予測されています。まあ、他にもですね。例えば、生産流通使用を一元管理して農作物とかですね。まあ、先ほどは農作物を IoT デバイスで管理みたいな。話 を挙げたんですけれども、まあ、それをですね生産だけではなく流通を販売したりとかですねハードウェアの場合ですと壊れたりするんですけれどもその壊れた時の修理回収とかのその一連の流れをデバイスを使って管理するそういった予測もなされていますまあもちろんですね IoT いろいろ今メリットは紹介してきたんですけれどもあのデメリットリスクもございまして、まあ、一番懸念されているのはサイバー攻撃ですね例えばインフラとかをこう IoT を通してこうネットを接続するってことは外部からの攻撃によってそこが乗っ取られる危険性っていうものがもちろんありまして十分に対応対策するっていうことがあの必要となってきますね蓄積されたデータが盗まれちゃったっていうと健康の情報っていうのはほぼ個人情報の中でも核に近いものがありますから結構価値の高いもの管理必要なものっていうことでデータをちゃんと守る管理するっていうのが必要になってきますでいろいろ論文を上げて調べてきたんですけどまあ個人的な感想としましては IoT っていうのは結構インフラとかハードウェアに関わる技術に関わる話が多くなっていきまして機械学習とかですねブロックチェーン例えば僕たちが簡単に触れるものだと仮想通貨とかですねそういった形で気軽にですねこの技術にちょっと触れるのがちょっと難しいかなというのが思いましたパッと僕は思い浮かんだのはあの a z o n のダッシュボタンボタンを押すと物が買えるみたいなまああれを改造してですねこう自分の好きなボタンに改造するみたいなのが浮かんだんですけれどもなんかこう気軽に IoT を楽しんで 例えば気軽に AI を楽しむ気軽にブロックチェーンを楽しむとかっていうのは結構できそうだし自分も実際ちょっとあの触ってみて遊んでみたことあるんですけど気軽に IoT を体験する実感するっていうのはちょっとデバイスやっぱハードウェアがどうしてもちょっとか鍵になってくる分難しいなというのが印象として思いましたあとはですね行政特に国が IoT を使用してこうデータを管理するっていうのはちょっと時期尚早ではないかなっていうのは僕個人的に思いますというのはマイナンバー制度ですら うまくくく活用でできててていいいいいなななななののににろんなデータをですね効率よく使っていくってことは本当に可能なのかなみたいなうんちょっとまだ早い難しいんじゃないかなっていうか、まあ、もちろん自治体とかそういった小規模な行政単位であれば、まあ、管理ある程度はできると思いますし、まあ、実際そういった形で導入されてるんですけれどもうんどうなんだろうなっていうのが、まあ、個人的には思いますねまずマイナンバーをちゃんとやろうぜっていう <laughs> 正直なところがあります今回挙げた論文はですねどちらかというとこう技術寄りな話 側面が多かったので、言及が少なかったんですけれども、自分のデータをどこまで明け渡すかっていうのが、これから課題というか、みんなが考えていかないきゃいけないかなというふうに思います。先日、YouTube で規約変更があって、子ども向けコンテンツでパーソナライズド広告っていうのが停止されたんですね。つまり、子どもが見るようなもののコンテンツでは、見ている人の年齢とか性別とかに合わせた広告をやらないように YouTube が規約変更したんですね。 まあこれはなぜかっていうと、アメリカの法律によって、まあそういうふうにし,しなさいということで、まあ子供のプライバシーを守ろうという法律なんですけれども、それに YouTube が対応する形で、まあ、パーソナライズの広告を止めたということで、結局 IoT デバイスとかの普及によって情報がより気軽に使えるようになって、そこから新しく使われるっていうのは、もちろんいいところはあるんですけれども、 一方で、どこまでですね、こう自分のパーソナルな情報を、まあ僕みたいなユーチューバーもう顔出しユーチューバーだったらまあ、ある程度いいとは思うんですけれども、それでもですね、例えば健康のリスクとか遺伝子情報とか、まあもちろんまだこれをですね、集めるというかそういうのは不可能だと思うんですけれども、健康習慣からこう病気の予測とかそういったデータをですね、気軽に渡したりとか、あるいはですね、自分のところにどこまで管理できるか、まあ実際正直もう結構 Google によって自分の情報とか明け渡している部分があるので、まあ完全に シャットアウトするとかっていうのは非常にもう現代では厳しいとは思っているんですけれどもそこはちゃんとおのおのがですね考えていかなきゃいけない問題なのかなというふうに僕は思っておりますデバイスが普及していくに従ってそういった倫理の問題だとか自分のデータはどこまで自分のものかっていうのはより問われていくかなというふうに予測しておりますえこんな感じでですね今回は自分がちょっと論文読んで分かりやすく解説してみましたえ他にもですね論文を紹介する動画だったりだとか研究者にですねインタビューしてその人の研究の面白いとこ 分野の最新情勢みたいなのを聞いている動画もありますのでぜひ他の動画もご覧ください本日はご視聴ありがとうございましたチャンネル登録高評価よろしくお願いしますバイバーイ